よし、これはすごいな、やっぱり。よし、当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。この辺はまあいつものオーバーホールと変わりません、いつも通りオイルを差し差し、そして組んでいきましょう。まずはまあマキシン関係、裏押さえ、そして缶抜き、その辺をね組んでいきましょう。これが缶抜きになります。缶抜きもこのビスで止めてるタイプになりますね、この辺も初めて見ました。この辺はやはりこのグリス関係をこの対応しながら、かなりトルクがかかるところですので、オイルも差すんであれば、ね、高粘度の方とかグリスタンクがいいって思います。そう、バネも組み、そして伝達車を組んでいきましょう。この辺もね、伝達車、これもねビスで止めてるんだよね、これも初めて見ました。これを組んで、その上からまた押さえ、これだね、こういう風な作りになってるんだ。やはり見るものは初めてなので、まあ、とはいえね、そこまで難しい作りではないです。そこまで難しくはないんですが、まあやはりヴィンテージ古いものですので、そのネジのね、そういったもの、なんていうのかな、欠けだとかなめだとか、そういうところに非常に気を使いました。本当に気を使いました。では裏返してマキシンを入れていきましょう。マキシンはあの、なんていうのかな、ビスで止めるタイプ、バネではないので、こうね、ネジで止まるタイプなので、先にまあ組んでおきます。先に組んで、まあ受けを乗せていこうと思いました。そう、組みましたね。そしたらゼンマイを乗せ、そしてまたゼンマイを止める受けを乗せていきましょう。この辺はやはり6497とか、あの辺のムーブメントに非常によく似てます。受けを乗せ、そしてまあビスを止め、ネジを止めていきましょう。ネジもね、一箇所ずつ締めるんではなくて均等に締めてください。まずここに乗せ、まあ最初はやはり全部の穴にビスをまず乗せます。ボルト、ネジを乗せていきましょう。それでまあ少しずつ均等に締めるようなイメージですね。そしたら丸穴車、ここはあれだね、逆ねじりになってるところ、ここにもねきちっとオイルを差しましょう。ワッシャーがついてたのでワッシャーを乗せ、そう、これだね、丸穴車を乗せ、ここは逆ねじです。ここだけでしたね、逆ねじは。ここだけです。逆ねじで締めてあげましょう。この辺のまあ何ていうかな、歯車の欠けもなかったです。相当にやはりいい材料を使ってる感じがします。そしたらこれが角穴車ですね。角穴車を乗せ、小ハゼにきっちり噛ませるようにしてください。小ハゼにきちっと噛むようにして角穴車を乗せます。この辺は正ネジですね。ここは正ネジでした。できちっと巻けるのかどうか確認しましょう。小ハゼもきちっと機能しております。そしたら輪列を組んでいきます。2番はもう組んでありますので、その次これだね、3番車を乗せていきます。それぞれの歯車にそれぞれ受けが乗ってるような感じですね。でここまあこれだね、2番3番を止める受けなんですが、これを締めちゃうと
今度4番が載せれなくなりますので、まあ動かないようにまず載せております。そして4番を隙間からスッと入れてあげるような感じです。4番は秒針軸が出てますので折らないように注意してください。そしたら2番3番の受けを止めてあげましょう。そしたら次この状態で今度は雁木を乗せます。雁木はきちっとオイルを刺しておきました。あの爪のところはねオイルを刺してね。そしたらこれだね、4番を止める受けを乗せてあげて、その次に雁木を止める受け、こうやってパーツごとに分かれてました。なので非常に組みやすい、本当に組みやすかったです。でまあ一つずつきちんとそのホザ穴にね、ホゾが来るように組んであげましょう。この辺折ってしまうとね、パーツがもうありません。ザラ回しをしてあげれば非常によく回ります。いや本当にこの時気持ちよかったです。なんて気持ちよく回るんだと思い、緊張感もありましたからね。では再び裏返していきましょう。添付のあれだね、耐震装置なるものがないので、なんていうのかな、ここだね、ここにまずホゾ穴にオイルを刺し、そしてこのなんていうのかな、これがまあ耐震装置と呼べるものではないけど、これにこの止まってるこれを組んであげます。このまあこのホゾにね、反対側ですけど添付が乗る感じですね。そしてこの小さなビスで止めてあげる感じ、まあ、中にオイルが入ってるといった感じですかね。ここでも非常によく回ります。うわ気持ちいいと思って。それではアンクルを組んでいきましょう。アンクルの爪石にもね、少しオイルをね塗布してあります。でまあアンクルもきちんと動くかどうか、すぐにねこのネジを締めてしまうんではなく、動きを確認しながら少しずつ締めましょう。この動きを少しずつ確認しながらです。動かない時もあります。そういった場合ホゾ穴にはまっておりませんからね、きちっとね動くかどうか確認しながらです。この状態でゼンマイを巻いてあげましょう。そしてアンクルを動かしてあげますが、そうゼンマイにもオイルを、やはりゼンマイを洗ってねオイルを塗布してますので、ゼンマイにこのオイルグリスが行き渡るように何度かこれを繰り返しました。ゼンマイを巻いてまた解放、ゼンマイを巻いてまた解放、こういったことをね少し繰り返します。そしたらいよいよ脱針機を乗せましょう。この脱針機の上にも、なんていうのかな、耐震装置なるもの、それではないと思うんですが、この時代やはりオイルの入れる穴というかホザ穴というか、そういったもの、そのまた上にそのなんていうのかな、またヒゲのその調整が乗るのがあるんです。この次に出てきますが、まずはあそこだね、ここの状態でまずきちんと止めておきましょう。でこの穴にまずねオイルを垂らします。この上にねこれがヒゲ受けと一緒になってるんですよ。これを装着します。そしてまた再び脱針機を外し、これがヒゲ受けが一緒になってるものなので、ヒゲ受けをね、このヒゲゼンマイをねセットしないとダメです。なので一旦もう一度外して、でヒゲゼンマイをかけます。あのヒゲ受けにかけるんです。そしてまた戻すといった感じ、この作業が必要になりました。あ、こういう風になってるんだと思ってね。そしたらまた再び脱針機を乗せて、これで完成だね。これで脱針機の完成です。できちんとね爪が引っかかるように、きちんと添付が回るように、この時本当に焦らずにです、焦らずにきちんと動くことを確認しながら、これでホザ穴にきちんとはまってない場合もありますのでね、その時締めてしまうとホゾを折ります。気をつけながらです。うん、ああやって綺麗に動いてますね。あの状態です、綺麗に動く状態。まだゼンマイをね解放したままです。なのでこの先ゼンマイを巻いて動くかどうか確認していきましょう。
よし、ちょっとではタイムグラフ載せてみよう。172までなった。すげえよくない？やべ、全然わかんねえこれ。姿勢差で相当に変わる。大丈夫かなこれ。ゼロ。めちゃくちゃいい状態。オーバーホールこんな変わるんだ。改めてレッツってすげえな。こんなに復活する？すごくない？よっしゃー、何時だ？25分。ということでね、なんとかできた。なんとかできたな。まあやってみた感じはそこまでね難しくないです。そんなにまあ難しくないんだけど、やはり古いもんですから、その古い例えばパーツを破損させてしまった場合だとか、破損していたパーツ、がなかったから良かったですけど。そのパーツの交換というものがまあなかなか容易じゃない、ヴィンテージの場合は特にね。これは1920年代だからまあ100年前だよ、すごいよ。そういったもののやはりパーツの手配ができないもんだから、かなりまあ神経使うよね。神経使った。でもね、あそこまでね復活するんですよ。すごくない？オーバーホール前や、まあ、最低の時はもう真角130度とかだったんだよね。あ、もうダメだ、これはもう良くないなと思ってたんですけど、オーバーホール後でここまで変わる。270度近くまで、270度超えてたからね。あんなに変わるんだよ。100年前の時計だよ。すげえよ、すごい。やはりねオリジナルよ。本当にやはりねオリジナルよ。よくまあね2813とかコピームーブメントオーバーホールしてるけど、あそこまで変わることはまあない、あんなに大きくなるってことはね、復活するってことはまあないね、これほどまでにやはりねオリジナルってすごいです。すげえなと思ったもん。あんなに変わる。すげえなと思った。やはりねコピーよりオリジナルですよ皆さん。本当にコピーにお金費やすよりだったらね、まあ、ヴィンテージとか買った方がいいですからね。本当にそうだよ。
もうコピーにお金ね、高いお金出すのやめましょう、本当に、うん、こう言ってね、価値があるものはずっと残りますから、うん、素晴らしいじゃないですか、うん、素晴らしいな、すげえなと思うもんね、正直すげえなと思うよ、うん、こんなすごいんだと思っちゃうもんね。いやー緊張しましたけど、うん、我がグータラズヴィンテージサロンにも、ヴィンテージサロンでね、オリジナルのロレックスを、まあ、懐中時計をオーバーホールする機会を与えてくださってありがとうございます。本当にありがたいです。貴重な経験になりました。緊張したけどね、あそこまでやはり違うんだよね、変わるんだよ、いいものはやはりね時代を超えるんです。皆さんコピーもう買うのやめた方がいいよコピー買うのやめましょうね、うん、やはりオリジナルとかヴィンテージとか、うん、そういったものに、ね、お金を費やした方がいいと思います、うん、ってことで、なかなか感動しました今回は。いやすごいね、ドキドキもしましたし。ってことで、こういったまあ、ね、直近の作業とかっていうのはね、インスタ、ツイッター、SNS にて、まあ、すぐこう動画に、動画じゃないや、SNS にてアップすることが多いです。でまあ、動画にする、YouTube に上げるまではかなりのタイムラグがありますから、まあ、直近の作業とかね、まあ、そういったものもやはり、まあ、同じ、なんていうのかな。同じものでもね、直近でこういうふうなことっていうのがね、上がってるのは SNS がね、早いですから、ぜひインスタ、ツイッター、そちらの方もね、フォローしていただいて、そちらの方でもまた楽しんでいただければ幸いかと思います。ってことで、今日は、緊張しました。こういった機会をね、与えてくださり、本当に感謝いたします。本当に感謝でね。この人はね、前、その、成功の時はね、赤い成功の、ヴィンテージのオーバーホールの時もね、の時の方と一緒です。うん。その方と一緒ですからね。いやー、感動したな。緊張しましたけど。ってことで、またヴィンテージサロンでお会いしましょう。本日もご視聴。